身につけているものが数億円するなど超セレブな叶姉妹。視聴者はもう当たり前のように見ていますが、その正体は未だミステリアス。収入源は何？何者なの？と意外と知られていない部分について紹介していきます。叶姉妹の謎となる収入源。叶姉妹は姉妹と言われていますが、そもそも血のつながった姉妹ではないということは以前より明らかになっています。そんなお二人ですが、なぜこれだけのセレブなのかが気になりますよね。ちなみに表向きの職業はトータルビューティーアドバイザーという美の専門家のような活動をなさっているようなのですが、それだけではあれだけのセレブ生活はできないはず。テレビ出演や映画のプレミアなどに招待されたりと芸能活動も行っていますが、きっとそれだけではあれだけの生活は不可能でしょう。そういったことから様々な憶測が飛び交っています。一時はセレブだけの高級ゴールガールなのではないかと囁かれたこともありました。周りにグッドルッキングガイと言われる取り巻きの人たちもいるので、実際私もそういう系なのかと思っていました。それ以外では実家がお金持ち？それとも会社経営？不動産？株？など噂ばかりが一人歩き。いろいろと噂されてきましたが、実際の最大の収入源は NTT の権利収入であることが明らかとなっています。 NTT の権利収入とは、今でこそ携帯電話を当たり前に持つ時代となりましたが、その昔、携帯電話がまだ一般的ではなかった頃、当時の NTT は普及のための開発費用を募集していました。その時、資金を投資した人たちが現在権利収入を得ているという仕組みなのです。これが本当であるのならば、叶姉妹のセレブ生活の謎も納得できますよね。ちなみにその金額はなんと月々6000万円とも言われています。ちょっとすごすぎる金額ですね。もちろんこの NTT の権利収入、得ているのは叶姉妹だけではありません。芸能人でいうと所ジョージさんも権利収入を得ていると言われており、その額はなんと毎月2億円という噂もあります。年間ではなく毎月というのがすごいですよね。これだけもらっていれば、あの余裕のある雰囲気も納得です。他にも大橋巨泉さんなど数々の芸能人も権利収入を得ているといいます。最近は仮想通貨などで送り人などという人も誕生していますが、先見の明と言えるのか、無駄になるかもしれないお金を投資した人にしか味わえないことですね。羨ましい。